皆さんこんにちは、講師の水野でございます。え今日はですね宣伝なんですけども、あの新宿エルタワーのですね、えー、生クラスで受けれる最終全部生クラスで受けれる最後のね開講のね、えー、お知らせでございます。でまあ、開講日具体的な開講日ここら辺にねあの日付出るはずなんですけど、これあのー、やっぱりあのー、通信 よりもやっぱり実際生でで聞いいいいいた方方がっ、ね、いいっていう方ってう多いんですよ、まあ、今こんな時代ですからねやっぱり生よりも通信のほかっていう方もふん増えてきてるんですけどやっぱりこの授業というのは目の前にね先生いて立ってでやらないともうどうしても勉強進まないよっていうそういう方はねやっぱりもう最後のチャンスなんでね、うん、ぜひねあのおいでくださいという、ね、話でございます。であと勉強そろそろ始めようかなとか思ってる方。 うん、なかなかねこれ思い越し上がんなかったらちょっときっかけにしてくださいよ。で勉強ってやろうやろう思ってもなかなかとっつきづらい。えでやってみてくださいやり始めてください。例えばこういうね無料体験とかレックでもやってますんでねそれ来ていただくと。 はあ、こんなにももうううやってるる人がいるのかと、うん、そうなんでですすよねもうすでにスーパー合格講座ってこのコロナの時期でもねやっぱりもうね40とかそこらいるんですよ4050ってねでまあさすがに今年ねその100超えとかはいかないとは思いますだってコロナだから、うん、だけどそれなりにやっぱりこう活気があるとやらなきゃっていうねそのモチベーションにもなってくるんですね。なのでちょっとおい来てみてくださいよ、うん、そうすると火つきますから。 でねこれね何にもしないでいるとね結局じゃあ明日ねっつって明日がまた明日になってまた何日も過ぎてでね結局ゴールデンウィークぐらいまで行っちゃうんですよ。でゴールデンウィークまあ今はねこんな時代だから時期だから旅行とか行けないかもしれないけど休む休む期間ですよねゴールデンウィークって。 ね、ゴールデンでそのゴールデンウィークにがっつり勉強とか嫌じゃないですかじゃあ開けてからやろうとか言って開けてからやろうっつっても結局ねなんか梅雨雨、ね、雨がね降り出しちゃって嫌になっちゃってやりきなくて、うん、もう結局いつから始めるって言うとなんか願書が配布されて受験願書出すとやんなきゃそろそろってねなってくるんですよ。これ遅いんですもう最近卓研試験はねレベルがどん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 上がってもう合格ラインがねもう史上最高38点ですよ。 でもちろんね38点というのは問題が取り組みやすかったって部分はあるんですけど、うん、逆に言えばねケアレスミスミが許されないだからね何て言うんですかねあの38点いや問題が簡単だったからでしょっていや簡単いや確かに問題は、ね、難しくなかったんですだけど問題が難しくないけども合格するのが簡単だったら難しいんですよだってケアレスミスが許されないんでね じゃあケアレスミスなくすためにはどうするかたら早い段階から付きあきばじゃない本当の実力がないと直前に積み込んでもああしまった読み間違えたとねもう例えば数字だけ覚えていっても今ダメな時代ですよね数字ではい丸と思ったらいやき三点が違ったとかねそういうね揺さぶり きっかけの揺さぶりに耐えられるためにも早い時期から本当に持続をねつけていってくださいよそのためにはえ、まあ今せっかくねご縁があって聞いていただいたんだから即行動でぜひよろしくお願いしますじゃあ今年合格目指して頑張りましょう以上でございます